皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。2022年3月の17日木曜日朝のご挨拶 A です。昨日のですね、日付が変わるちょっと前に起きた地震ですね、福島沖地震、亡くなられた方に哀悼の誠を捧げ、被災された皆さんに心からお見舞い申し上げたいと思います。この東京も揺れました。震度4ということでしたけど、まあその震度4という数字以上に揺れましたね。しかも長かった、何回かに分かれた地震というふうに感じました。大規模な停電が発生して、そして、眠れない夜を過ごされた方も少なくなかったんじゃないかと思います。もう改めてですね、本当にこの地震への備え、いろんなところで日が昇って被害が明らかになっています。まだですね、この余震の恐れも去ってはいないので、どうぞお気をつけになってください。昨日の夜も地震が起きた時にどうするか、それから SNS の使い方、それからこういう時にはデマがですね、まことしやかに流されます。そういったものに対する対策、気象庁の気象研究官でいらっしゃいます荒木健太郎先生のツイートをですね、リツイートして資料を貼り付けておきましたんで、ぜひこの時期にも確認をしておいていただけるとありがたいと思います。でやっぱり気になるのは福島、東京電力福島第一原発のこの事故処理中の原発ですね。電源がどうだったのか、それから冷却プール、燃料の冷却プールの冷却が止まっているという情報が入って、非常に心配をしました。まあ7日間の猶予はあるんだという発表ですけど、やはりこのこれほど災害の多い日本にですね、これほど壊れた原発がまだ事故処理中であるという、この危機管理はきっちりやらないといけませんね。そもそもやはり核と人類は共存できないと思いますし、日本でもそのことは如実に言えるんだと思います。だからできるだけ早い時間で原発をゼロにするということは、これはもう必須だと思います。ただし、雇用の問題、だからもう何回も言ってますけども、原発をですね、電力会社のバランスシートから一回外さないと無理だと思いますね。これを負債っていうふうにした瞬間に電力の安定供給もこれできなくなりますし、それこそこれも命に関わることなんで、そして世界の原発、これ主に3つのグループで、原発を作ってると言いますけど、そのいずれも日本の企業がそれぞれ参加をしてますね、というか中核ですね、日立、いや中核でしたと言った方がいいかな、日立、東芝、そして三菱、GE、アレバ、ウェスティンハウス、こういったところと連携してるわけですね。だから廃炉をするにしろこの技術は必須で、だから原発ゼロに向かうからといって原発に投入する資金、公的資金をゼロにしていいかとはむしろ逆ですね。莫大な費用がかかってもですね、
やはり国の存続、国民の安全のためにはそれはもうやんなきゃいけないことだと、そう思います。で、昨日核の話をしたらですね、アメリカがそのウランとかプルトニウムを引き上げるわけないだろうっていう人までいたんで、いやもう実際にオバマ大統領の時に、濃縮ウラン、高濃縮ウランとですねプルトニウムを返してるわけですからね、返すことに合意をさせられたわけです。あの時もその日本で、まあ、本当にその政治的に稚拙な政権が出て、まあ、核保有の議論をした矢先だったと思いますね。それはいくら同盟国でもですね、独自に核開発しようとしたらそれ引き上げますよ。そのことをやっぱりきっちりと話をしなきゃいかんと思いますね。またゼレンスキー大統領で、もうロシアは一刻も早くこの民間人に対する攻撃、この侵略をやめるべきです。ましてやその病院とかそういったものまで攻撃してる、もう人道に対する罪ですね。で、ウクライナの大統領が国会でオンラインでっていう、まあ、それはやったらいいんだと考えていましたけど、やはり泉代表が言うようにですね、外交は一義的には政府が情報を持ってますから、一義的にその政府でしっかりと判断をし、首脳会談も行って手順を踏んだ上でやるんだったらやるべきだと思います。で、私はウクライナに対する支援とこの政権に対する支援はちゃんと分けないといけないと思うんですね。というのは、もうそんなことまで言うかと言われるかもわからないけども、中国に空母遼寧っていう空母、あれ私がトルコ行った時にそのボスポラス海峡は渡れなくて中国に引き渡しが遅れましたね。これどこのものだったか。それから今回アメリカの議会でリメンバーパールハーバーと言ってるわけですね。要するに日本の侵略を思い出せという話ですね。で、私たちは歴史に向かい合わなきゃいけません。確かに、あの無謀な戦争に突入したその先端を開いた真珠湾攻撃、この攻撃についてもですね、それは歴史と向き合って反省をしなきゃいけませんが、今それを言うかと、アメリカの同盟国の議会で、その反発はやはり多くの人たちから寄せられましたね。だから私は簡単に国会で、しかも今兵器の支援を各国に求めている、ある意味紛争の当事者である、その当事者をですね、リメンバーパールハーバーとまで言われて国会で、お話をしていただくということにはいくつかの整理が必要だと思いますね。あんまり簡単に考えていい話じゃないと思います。さて、この間にも、もう急激な円安が止まりません。それ日米のこの金利差、もうついにアメリカはゼロ金利政策から卒業しますね。まあ、そもそもテーパリング、まあ、確かに850兆も出せばですね、物も上がるし金利も上がっていきます。で、それに対して日本は出し惜しみをしてですね、何回もこのタイミングしかない、この積極財政で国民を救うのは、でもこともあろうに年金の減った分を5000円でやると、一回こっきりの、もう選挙対策以外何者でもないですよね。こういうことをやってその機密政策をやっちゃダメですよ。で、物価高で
国民がもう本当に救急としてると。この状況、ガソリンの暫定税率なくしゃいいじゃないですか。消費税なくすべきですよ。それをですね、日銀はもうある一定の金利を覚悟しないと無理でしょう。そのこれほどその差が、だから国際協調するわけで、為替操作しろって言ってるんじゃないですよ。だけど急激な円安、自国通貨がこれほど落っこちると、お、誰かちょっとズームすんのやめましょう、官邸の上なんで。誰か いますね。やはりその物価の安定っていうことに対する責任をしっかりと果たすべきですね。で、岸田内閣はここについてももうまさにこう、昨日も申し上げましたけども、古いこの利権政治を打破して、そして日本を再生させなきゃいけないんですよ。で、そこのところがもう中途半端だから、全くそのいろんなものが前に進まないことになってしまってますね。いつも思うんですが、あそこの会社すごいですよね。屋上がきれいに庭園になってる。まあ東京こんな状況です。今日はいい天気ですが、どうぞまだこの余震の恐れは去ってはないと思います。どうぞ気をつけて、そして、こういう怖い思いをした時にはですね、特に温かい言葉、柔らかい言葉、まあ、私たちは政治家ですから、その違うことは違うっていうことをぴっちり言わなきゃいけないとですが、同時にですね、人々を包み込むということで、どう一日よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、どうぞ良い一日を。私親戚のマークがありますね。じゃあごきげんよう、良い一日を。こんな太陽ですね。え、怖かったですね、本当に。昨日なんか嫌なね。でも地震雲とかね、そういうのも全然違うっていうことを荒木先生がおっしゃってますし、人工地震とか言ってる人もいるけども、そういうなんていうかな、根拠のないものはどうぞ排してくださいね。そんなことを荒木先生が書いておられました。じゃあ良い一日を。太陽がいいかな、ちょっと眩しいですけど、行きますよ。よいしょ。ではごきげんよう。ありがとう。